皆さんこんばんは。12月13日金曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会協賛広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。キャスターの矢豊です。キャスターの野原美奈恵です。こんばんは。はい、野原さん、ちょっとお久しぶり。お久しぶりです、はい、で野原さん、また番組自体も、はい、結構の間出ていなかったということなんですけども、もう ね、おしゃべりができなかったらごめんなさい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、で本日13日金曜日っていうと思い浮かぶのはありません。斧持ってジェイソンが出てきそうですよね。あ、斧ですか。僕のイメージはジェイソンなんですよ。失礼しました。ジェイソンのイメージがありませんか。私はアナログ人間、ジェイソンです。失礼しました。はい、ジェイソン出てこないように頑張りましょうね。はい、はい、頑張りましょう。でいつもであればフリートークをちょっと長めにやってるんですけども、はい、本日はですね、内容が濃い内容となってますし、はい、でまた年末ということで沖縄県政の疑惑でだいぶ散らかった状態になっておりまして、 そうですね、それをもう年末ということで整理整頓をして、この疑惑どういう疑惑なのかということを野原さんに説明をしてもらおうかなというところで本日は進めていきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、じゃそれではですね、本日のテーマの紹介となります。本日のテーマ、玉城知事談合疑惑の第2ラウンド、自民党島袋大県議の激烈追及、コラム野原美奈恵の歴史に学ぶ、資料再建には歴史的観点を尊重して、はい、こちらの項目で進めていきたいと思うんですが、はい、まず疑惑について軽く紹介といいますか、はい、にしていただきたいなと思ったんですが、皆さんご存知の疑惑です。こちらですね、こちらですね、この番組でもね、何度も皆さんが他のキャスター陣がご紹介してますけども、まあ沖縄県政ひどいですね。コイン偽造、浮いた資金の行方など、疑惑が次々と浮上してます。そのずさんさが露呈してきてますけれども、この例の疑惑について12月4日の、11月定例会で自民党の島袋大議員が、はい、激烈に追及しておりますので、そのビデオを皆さんにご覧いただいて、ちょっとなんていうか補足といいますか、そうですね、この内容については皆さんもう大丈夫かな。沖縄県が、翌日に契約をする業者と玉城知事が飲み会に、その業者さんと飲み会をしていたという、談合ではないかという疑惑の、ごめんなさい、疑惑に対する追及ですね。そうなんです、はい、そうなんです、はい、でそのビデオを、まず紹介させて、私先ほど12月4日って申し上げましたが、12月6日でしたからね、この議会は、ね、そうですね、先週の金曜日でしたので、ね、失礼しました、はい、失礼いたしました。ということでまず VTR をご覧いただいて、それからコメントしたいと思います。はい、わかりました。はい、それではまず VTR よろしくお願いいたします。沖縄自民党の島袋大です。9月議会において私が取り上げた契約前の業者と知事による会食問題について県民から大きな反響がありました。しかし疑惑の解明は依然として進んでおりません。
契約を翌日に控えた業者と発注権者の最高責任者である知事が会食をすることなど言語道断であります。それだけ疑惑を招くことであり、絶対にあってはならないことであります。疑惑はそれにとどまりません。その会食に参加したメンバーすべてが、その業者が受注した事業に関係してくるんですよ、知事。この鈴木氏は、受注した山形の法人事務所の所長であります、代表者。こちらの徳森氏は、知事も親しい受注業者の沖縄事務所の所長であります。しかも、その沖縄事務所の所は、ペーパーカンパニーで疑惑が出たら、即座に沖縄事務所の所長を辞めてですね、マスコミの取材にも応じず、海外に出たというふうにも聞いております。こちらの島袋教授は、受注した事業の SDG の委員長であります。こちらの野添淳教授は、夫婦で基地問題の委員。この二人の職員は、この会食の後、打ち合わせをしたかのように、バンコク診療会議のワーキングチームメンバーになります。どうですか、皆さん。この会食のすべてのメンバーが、事業の始まる前、受注もされる前に集まってるんですよ。バンコク診療会議について、後にこの事業に関わる方が揃っているのに、一言もそれについて意見交換なかったんですか。私は途中から1時間ほど参加をし、音楽の話ですとか、知事は忙しいですよねというような、そういう世間話をしたというふうに記憶しています。本当にそうですか。バンコク診療会議の関係者しかいないあの会食で、一言もバンコク診療会議について話題が出なかったということは、一般的に考えてありえないと思いますよ。知事、このアパート分かりますよね。そして表札のポスト覚えてますか。どうですか。いわゆるバンコク診療会議のですね、受託者の一つでございます一般社団法人子ども被災者支援基金の、沖縄事務所の住所があるというところのですね、所在に立っている建物でございます。部長、我々前回質問しましたが、その後からこの事務所訪問しましたか。実態どうなってますか。その後訪問しておりません。これだけ9月議会に指摘しておいて、沖縄事務所を確認してくださいよというような中で、確認もしないんですか。私も今回の委託につきましては、県外事務所、県外事業者1社、県内事業者3社からなる、コンソーシアムと契約をしたということでございまして、沖縄事務所そのものとですね、契約をしたことではないことから、特にはその、場のですね、確認は必要ないというふうに判断をしているところでございます。沖縄事務所はコンソーシアムがあるから別にいいと。じゃあ、本店の契約した山形の被災者基金の契約した住所の場所を見ていますか。はい、確認はしておりません。ただ当然契約にあたっては提出された書類などですね、その会社の存在が証明されているところでございまして、それについてすべてのいわゆる現場を確認するということはしておりません。契約した沖縄事務所も現場を見に行ってない。通った本店の山形が取った受注業者の山形の場所も事務所の位置も見てない。見ないでいいって、これ開き直りの答弁でいいんですか。いわゆる応募にあたっての提出資料の際にですね、そういった、必要な書類でですね、いわゆる、法人の存在を確認しているということから、実際の現場を見てはいないというふうに答弁しているところでございます。これが県の事業で2400万入れた山形の法人の沖縄事務所です。沖縄県が場所も見たけども、なんか実態も把握してない事務所です。表札もない幽霊会社、ペーパーカンパニー、間違いありませんか。建物というよりはですね、事務所の機能があれば、それは事務所ということで、私の方で答弁させていただいたところでございます。沖縄県は、本社が山形であれ、コンソーシアムであれ、事業を仕切っていた徳森氏が、沖縄事務所の所長をしていた事務所に、ペーパーカンパニーである事務所に、県民の税金である2400万を入れた事実があるんですよ。事実がある。法的に合法でも、この幽霊会社は道義的にじゃあ正しいということですか。
徳森氏の名前が出ておりますが、彼女一人でこの業務を受託しているわけではございません。先ほど申し上げましたように、これは4社かなるコンソーシアムでですね、受託をしておりまして、実際にこれまで円滑に我々の委託業務が進んでいるところでございます。少し質問変えます。この幽霊会社が法的に問題ないのであれば、過去にこのようないろんな部署でペーパーカンパニーがあった事例あるんですか。はい、申し訳ございません。何をもってペーパーカンパニーとおっしゃっているのか、少し私 の, 理解が足りないませんけれども、私どもは先ほど申し上げましたように、4社のコンソーシアムと、契約をいたしまして、実際業務はですね、円滑に進んでいるというところでございます。そもそもなんでコンソーシアムにしたんですか。沖縄県で実績のない山形の法人に、その法人の沖縄事務所所長である徳森氏に事業をさせるためのコンソーシアムにしたんじゃないですか。コンソーシアムでなければならない理由について説明してくださいよ。その支援業務にあたりましては、会場の各運営整理、あるいは各委員との日程調整やですね、会議の進行補助、また外国語を含めた情報収集や資料作成、あるいは議事録作成、それから委員への報酬や旅費の支払い、あるいは必要な場合の、委員の旅行手配、それから会議にかかるお茶等準備、運営資料の作成、それから会議運営等にかかる経費の支払い等ですね、を支援業務の委託内容としておりまして、それがですね、広くできるというところでですね、いわゆる今回は広く公募を行って、プロポーザル方式を採用したところでございます。いわゆるそれら支援業務をですね、幅広くやっていただく、あるいは委員の皆様に海外、または、国内のですね、いわゆる、知見の優れた方に委員になっていただくというところの調整も踏まえまして、それぞれの項目にですね、必要な、いわゆる、ところを網羅するというところで、コンソーシアムのですね、での、いわゆる提案も、認めているといいますか、そういうのを求めたところでございます。今の答弁でコンソーシアムにした理由になんてなってないと思うんですけどね。コンソーシアムにした理由は何ですかって聞いて、で私たちが言っているのは、徳森氏の皆さん方が、団体が取るために、このコンソーシアムの事業にしたんでしょうって言ってるんですよ。なければないでいいですよ。特定のですね、事業体が、取ることを想定して、そういった応募要件を定めたものではございます。ぜひともこの山形の、取られた NPO 団体の実績、すぐ資料を後で出してください。提出の依頼になった資料につきましては、沖縄県情報公開条例の趣旨に基づき、個人や法人等に関する情報について、その権利や利益等を害する恐れがある部分をですね、いわゆる黒塗りをして提出したところでございます。我々がこのいろんな面で資料を請求している中でですね、皆さんの回答は黒塗りで、要するに、のり弁ですよ、のり弁状態で来ている。で、そこで入札するときに、要するに取る企業ね、取る団体も含めて、企業も含めて、実績を提出しなさいってあるわけですよ。そこを個人情報でということを言ってますけれども、取ったところ、NPO 法人ですよ、NPO 法人で。で、そういう実績自体が出せない中で、皆さん方は、実績があったから取ったんでしょって話ですよ、我々聞いてるのは。そうですって言ってるじゃないですか。だからこそ、実績を出して、我々はその辺をもうちょっと深く議論したいということを2ヶ月前から言ってるのを、いまだにそういうことをすることによって、我々議会の権能として、中身に深く入って議論できないんじゃないですか。なおさら疑惑が生みますよと、こんな優しい野党いませんよ。知事の疑惑を晴らそうということで、我々は聞いてるんだから、そこをちゃんと出してくれって言って、分かりますよね、こんな、今日はちゃんと優しく言ってますよ、その辺ちょっと。私どもですね、今回の応募書類の提出にあたりましては、公表を前提にしていないということ、さらに法人等の競争上の地位を害する恐れがあることから、提供はできないということでですね、黒塗りで回答させていただいたことでございます。次に5月23日の会食の出席者についてお伺いします。琉球大学の島袋教授は、知事と長いお付き合いだったと言っておりますが、島袋教授は、知事が市議になる前からの付き合いで、きっかけは勉強会だと言っております。知事は島袋教授と徳森氏が、島ぐるみ会議のメンバーとして、尾長前知事の国連演説の設定、調整を行ったことを知っていますか。
YouTube は拝見したことはありませんが、そのような経緯があるということは承知しております。知事は島袋教授が県内では有数の SDGs の、Gs の推進者だということを認識のもとで、万国診療会議の SDG の委員長に起用したんですよね。委員には推薦をいたしましたが、委員長は御選によるものでありますので、私は関与しておりません。少し質問を変えますけれども、知事は徳森氏といつ知り合いましたか。きっかけは何ですか。これも彼女本人が YouTube で語ってますよ。徳森氏はオール沖縄陣営が知事選挙の候補の人選について難航しているときに、自分たちが玉城デニー氏を推薦候補に推薦したとネットの動画で述べています。知事選の応援を通じて親しくなったと講演会でも徳森氏は言っております。そういうことでいいんですよね。彼女が嘘ついてるのは嘘だと言ってください。私は徳森氏の動画や YouTube などあるいはネットの配信などは、熟知しておりませんが、選挙で応援をしていただいたということは確かです。前回の私の議会の質問でですね、知事は徳森氏について選挙の時に応援していただいて以降、いろいろな若い方々と個人的によく飲み会をしているうちの一人ですと、若い人たちのグループの一人というふうに答えております。知事選の応援において徳森氏は特別な存在だったのではないですか。徳森氏はネット上で玉城デニー知事誕生の立役所として紹介され、自ら講演している動画が存在します。この動画を見ると彼女と知事の親密さがわかります。特別な存在であるかどうか、徳森さんがどのような発言をしているかについては、徳森さんの意思を、知る由はありませんが、私は友人の一人であるという認識です。徳森氏は問題発覚のその日の9月30日に退職しております。それと同時に知事とのたくさんの写真が掲載されたフェイスブックのアカウントを削除しているんですよ。この事実を知事は知ってますか。今は議員の質問によって初めて知りました。知事との関係が問題なければ堂々としていればいいのに、わざわざフェイスブックのアカウントまで削除してるんですよ。それではこれはそのフェイスブックに掲載されていた写真であります。衆議院補欠選挙で知事と徳森氏が屋良氏を応援している写真です。どうですか。知事ですよね。はい、掲載されている経緯は私は存じ上げませんが、私が載っている写真です。この写真を撮影した時点で徳森氏はもう山形の法人の沖縄事務所の所長になってるんですよ。これについては知ってたんじゃないですか。徳森氏から沖縄事務所の所長の名刺とかをもらったんじゃないですか。私はそのような記憶はありません。本当ですか。知事、会食に参加した辺野古課の職員は島袋教授から会食に誘われたと言っており、地方自治に関する勉強会での関係だと証言しております。これは会食に参加した広報課職員のフェイスブックに掲載されていた写真です。フェイスブックの文章には、若者には明るい沖縄の未来を語ってくれたと文章が添えられています。この日付が1月の11日となっているんですよ。11日、山形の法人の沖縄事務所の設置が1月14日でほぼ同時期であります。この写真から伺える親密さを考えると、ここでも徳森氏はこの県職員に対して山形の法人の沖縄事務所を立ち上げて事務所の所長になりましたと報告をして、もしくは相談を受けて、どのようなことをしたらいいですかねというふうに相談したと思うんですよ。この見方と知事どう思いますか。どのような内容で会話が行われたのかは想像の域を超えません。前回の経済労働委員会で文化観光スポーツ部長に、誰が万国診療会議の委員を選定したのかと私質問しております。部長は知事が選定した、報酬ももろもろ知事の権限で選定したと答弁しております。間違いありませんね部長。議事録ありますけれども、はいかいいえでいいですよ。いわゆる、メンバーにつきましてはですね、私も含めまして、担当課長の方からも三役が、知事を含めて三役が、決定をしたということについて、その通りだというふうに答弁をしております。なぜ知事はお友達ばかり委員に選定しているんですか。例えば米軍基地問題の委員には ND の評議員である柳沢氏、マイク望月氏、野添准教授、山本明子氏を起用しております。野添准教授と山本明子氏は夫婦です。そもそもなぜ夫婦で起用したんですか。その山本明子氏は2019年3月に出版した著書の後書きで、衆議院議員の屋良さんには公私にわたってお世話になったと書いております。
その屋良さんも ND の評議員であります。つまり、万国診療会議の米軍問題委員会は、ND の評議員もしくは評議員のお友達なんですよ、知事。知事のお友達。まさに ND 一色であります。知事、これがあなたの言う客観的かつ公正な県政運営なんですか？あなたのお友達ばかりじゃないですか。なぜ知事は ND 関係者だけを委員に選定してるんですか？議員の発言は私が一人で全部決めているかのような誤解を招くことがあるので、あえてお答えいたしますが、この万国診療会議のメンバーを決定するにあたっての経緯は、すべて推薦を挙げていただいて、三役で話し合いをし、その人物のこれまでの業績でありますとか、あるいは上司していらっしゃる著書でありますとか、あるいは論文でありますとか、いろんな角度からその問題について、今回、万国診療会議でお願いをする問題について議論をしていただく、意見を付していただくにふさわしいということを、協議の上決定をしているということで、ご理解をいただきたいと思います。次に島袋教授についてお聞きします。彼は知事の当選直後に、万国診療会議の作り方という提言をしたと言っております。これは事実ですか？言っておきますが、資料もありますけれども、どうですか、知事。そういう提案もあって、議論しましたけど、万国診療会議は見識の高い内外の識者を集めるということでですね、これは県の原案をもって、提案をして、三役で揉んでやっていると、やりました。今、私は知事の当選直後に、知事の当選直後に、知事と友人である島袋教授が万国診療会議の作り方を提言したと言ってるんですよ、島袋教授は。これは事実ですかということは知事に話してるんですよ。知事に万国診療会議の作り方を島袋教授は渡してるんですよ。私の質問はそうですよ。だから今、富川副知事が答弁じゃなくて、知事が答弁するんですよ。知事が当選したとき直後に島袋教授がその作り方を渡したということで言ってるんですよ、知事に。これ事実ですか、知事と。それどうするんです、どうしたんですかって聞いてるんですよ、私は。はい、今お示しの資料の日付は2018年10月12日となっておりますので、私が、その知事に当選をした後であろうというふうに思いますけれども、さまざまな政策についていろいろな経緯の方々から私に対する提案はいただいていることは事実です。嘘は言わないでくださいよ。知事、島袋教授から知事はこの万国診療会議の作り方をもらってます。そして知事はもらった後に担当部署に行ってですね、これを参考しなさいって言ってるんだよ。確認事項裏も取れてる。そこどうなんですか、知事。万国診療会議の設立につきましては、私の方で、いろんな意見を聞きながらまとめていきました。そのことに関しましては、さっき申し上げたとおり、内外の識者、見識の高い方を集めるということでですね、そういうことを基準に検討してまいりました。その手順につきましては、専門分野とかそういうものも参考しながら、いろんな学問的功績も含めて、資料を提供して三役で決定をしております。以上です。私の質問は、知事が当選した直後にお友達である島袋教授が万国診療会議の作り方という提言をしたと本人は言ってるんですよ。言っている。これは事実ですかと言います。聞いているね、資料もあるんだから、それを事実ですかって聞いてる。なんで富川副知事が答えるの。玉城知事と島袋教授の間の話をしているのに、なぜ富川さんがやるの。ここにいたの。だから私は確認して言ってるんですよ。万国診療会議の進め方については、ただいま富川副知事から申し上げたとおり、その基本的な考え方があります。そしてその万国診療会議というのは、私も、さまざまな方々から意見、提言をいただいておりますが、島袋先生からもそのような提言をいただいた事実はあります。そこですよ、そこ聞きたかったんですよ。はい、そこで次ですよ。これがその提言書であります。島袋教授はこの提言の中で、知事の公約を必ずしも行政が実現するように動くことは限らないと言っている。寛骨脱退、免従腹背、陰銀無礼と、県職員は知事の言うことを聞くことは限らないと主張しているんですよ。県職員の皆さん、テレビで見てますか。知事の看板政策を担うこの島袋教授は、あなたたちを陰銀無礼とまで言い放つんですよ。僕が職員だったら、こんな人を任命するなと、テーブル机叩いて抗議しますよ。知事、
この提言を受けたことあるんですよね、言ってましたから。島袋教授は提言したと言ってますけれども、どうですか。万国診療会議も含めて政策の決定につきましては、いろんな意見、いろんな議論があるというのは承知しております。しかしながら最終的には三役で科学的にいろんなことを吟味しながら決定をしておりますので、この責任は三役になると思います。今、先ほど富川副知事、そして知事からもありましたように、こちらにもありますようにですね、重要政策の実現のためのトップマネジメント、そういったものについては、県政としてはまず取り得ないだろうというような議論を行いました。そして万国診療会議の役割としてあくまでも提言であって、そこ の民間人も含めた方々が、あたかも県政の政策を決める、そういったことはおかしいだろうということで、今の万国診療会議の形になったということでございます。三役で決めたと言いますか、今、両副知事の意見が聞きました。知事。知事、玉城デニー君。はい、両副知事が お答えしたとおりであります。島袋教授を委員に任命したのは誰ですか、じゃあ。もちろん最終的な決定は私にあります。知事、本来であれば沖縄県職員でもできる委託事業をですよ、沖縄県職員でもできる委託事業をわざわざお友達の会社に委託して、お友達の会社にね、会社に委託をし、お友達を委員にして、委員報酬が政策参与並みの委員報酬を払うね。これから分かることは、沖縄県政で知事の取り巻き、お友達最優先の縁故主義がですね、まかり通り、官製談合の疑惑が深まるばかりだということですよ。県民の皆さん方に聞きたいです。こんな縁故主義がまかり通るデニー県政で本当にいいんですか。はい、VTR いかがでしたでしょうか。岩野さん、何か補足といいますか、ありましたか。まず島袋大臣は素晴らしいですよ。こういったもういい加減な県政にはあれぐらいの凄みがないとやっぱり伝わらないのかな。ご立派だと思います。それで端的にこの沖縄今の現政権を表現すると、全体的に非常に倫理観が弱いとお感じになりませんか。はい、いや私このね、そんな中ね、この疑惑いっぱいの玉城知事に10日に、いくらでしたか、228万円のボーナスが支給されましたね。支給されました。日銀が出している昨年出しているデータでは、沖縄県民の平均所得217万円です、はい、ということは1回のボーナスで県知事はそれを上回る金額をもらったということになりますね。はい、これはね、ほらもらいすぎですでしょうとか皆様さまざまなご意見がおありでしょうけれど、私個人の考えはこれはもうもらいすぎとかそんな質のものではないと思います。どう思います井原さん。僕はこの金額に見合った仕事をされたらいいのかなって、はい、ちょっとこの間放送でもお話ししたんですけども、この給料に見合ったことをするっていうことも大切ですし、この給料をもらうことによって責任感も生まれるかなと思っていますので、それに見合ったことを知れば問題ないのかなと思っています。全くおっしゃる通りですよね。ね、本当にこの知事はこの知事というお立場を政治利用してますよね、まずね、はい、そこがちょっと納得がいかないところ。それからこの倫理観のかけらもない中、ひょうひょうと権利とばかりこう主張する、こういう姿勢がね、やっぱり血税を支払っている立場の県民としては納得がいかないところですよね。ね、やっぱりその現在のお立場を十分ご認識されて、なぜねこの自民党がここまで強く質問してくるのか、他の都道府県と比較して再度県政を見つめ直す時が来ているんじゃないですか。そして謝罪をするんならしていただいて、そういった姿を示した後にボーナスもいただくのが筋だと思いますよ。はい、これが政治家や人の道だと私は考えます。ちなみに安倍首相、はい、安倍総理ですか、ボーナス 30%、はい、国庫に返納しましたよね。 30% ですか。 30%、 あ、具体的に金額いくらでした、100いくら何万円かと思いますけど。なるほど、ね、玉城デニー知事に返納しろなんて言いませんけれど、ね、せめてもの、ね、姿勢を見せていただけたらなと思いますよ。そうですね、はい、はい、ね、
この島袋大議員ですけど、あ、はい、地元は豊見城市というところなんですけど、はい、かなりねそこでね若い方に人気があるんですよ。あ、若い方に。そうなんです。まさしくねこの若い方のリーダーにふさわしい人材だと私は思ってます、はい、ね、今後もね追及の手を緩めずにもっともっと頑張ってほしいなと思ってますよ。どう思いました、伊波さん、あのビデオを見て。そうですね、あの今回ではなく前回がまず、はい、あちょっとあの見ているものに出てたものはちょっと声荒げてる印象があったんですけども、今回はちょっと落ち着いてちゃんとあの、ね、礼儀と言ったらおかしいですけども、このちゃんとしゃくしゃくと通知をしていくっていう姿勢を見せていて、ちゃんと相手側にもちゃんと待つよという形で言ってくれたり、ちゃんと配慮もしながらやっている。そんな配慮もしてくれてるのに、その姿勢に対して答えきれない牽制がおかしいんじゃないのって、ね、この礼儀のは礼儀で返すべきっていうところを、ね、あの、ね、守ってくれるだけでも全然違うのかなと思いますね。なかなかね紳士的なところもあるんだなと思って、うん、私島袋大議員のこと、うん、ますます好きになりました。そうです、ね、頑張ってほしいと思います、うん、はい、投票で私たちは議員さんとか、はい、あの、ね、知事とかを、はい、任命するわけじゃないですか、投票で、はい、で悪いことをした時にあのリコールだったりそういった方法でクビにするといいますか、はいはい、この、ね、クビ根っこを捕まえることができるのは県民であり国民であるんですけども、この認識がみんな薄くて、もう政治家になっちゃったからこの人たちもどうしようもねえやでお手上げして終わるっていうのはもうおかし終わって、みんなであちゃんと見て自分らで首根っこ捕まえようっていう気持ちをまず持ってもらいたいなと思う、ね、そのためには見ていただくのがいいのかなと思います。本当におっしゃる通りですね。こうやってねあのもう素人ですよ私も、まあ、伊波さんもそうですよね、うん、素人がこうやってあの電波を使って物が言える時代になってきていますから、でこれ地上波の数よりもネットの視聴数の方がもう抜いたっていうことになってますからね、もうみんなが参加できる時代です。政治に興味を持っていただいてね、ぜひこれから沖縄県政もねみんなで監視していこうと思います。はい、はい、分かりました。じゃそれではですねちょっとお時間の関係、次のコラムの方に参りたいと思います、はいはい、じゃそれでは次のテーマとなります。はい、それではコラムに参ります。でテーマの方がですね、首里城再建には歴史的観点を尊重してということで、首里城に関連するお話ということですが、よろしくお願いいたします。はいはい、あのいつもあの私のコーナーでは固い固い歴史のお話をさせていただいてますけども、今日は首里城がああいう火災が起きてしまって、私実は首里城火災の火災後初めての出演なんですね。あ、そうです。最初はね他のキャスター陣の方がお伝えしてますけど、私初の出演なのでちょっと試験を述べたいと思います。今日は首里城に関してですね。で、焼けてしまった首里城は現代沖縄の代表的な建物であることに間違いはありませんでしたよね。はい、やはり焼失した直後には私は寂しい思いがありましたし、しかしですよ、はい、原因も解明しないまま即日に東京に飛んで政府に支援要請、寄付金を募る県の姿を見ているうちにだんだん冷静になってきたんですね、うん、管理団体の美ら島財団は消防との説明の違いを指摘され、再三の説明要求を拒否している状況なんですって。拒否してるんですか。拒否なんです。記事をお持ちしました、ご紹介ください。わかりました、こちらですね。はい、NHK 沖縄の10日版ですね。首里城火災、財団のは説明すべき。首里城の火災をめぐり城を管理している財団が火災発生当時の対応の説明を拒否していることについて、沖縄総合事務局の吉住局長は説明が十分ではないとの指摘を十分承知している、改善を求めていきたいと述べ、
改めて説明を行うべきだとすること行うべきだとする考えを示しました。首里業の火災をめぐっては火災発生当時の対応について管理している沖縄美ら島財団の当初の説明と消防の調査結果が食い違い、矛盾点が明らかになっていますが、財団は報道各社の求めに対し警察と消防が調査しているとして説明を拒否しています。まあひどいですよね。それにしてもね、いずれにしても過失にての過失での出火の可能性が高いということですよね、はい、そうですね。ということなので、はい、沖縄の歴史の中に汚点を残すことに違いはないと思うんですよね。そうです。それを必死で隠し通したいんじゃないんでしょうか、はい、でまたね、沖縄県は熊本城の被災からその再建に倣って熊本市にご指南いただいたということなんですが、とんでもないことです。熊本城は地震で倒壊したんですよ、はい、そうですね、はい、震災の被害なんです。で一方で首里城は過失で焼けてしまったんですよ。自分たちの過失なんですよ。それを熊本城にこの再建の指南をいただくなんて、これはとんでもないことだなと思います。私はそれからですね、先日医療法人の代表が出てこられて民放のテレビに出られていて、首里城火災がもたらす心の影響のケアをするというお話をされていて、私とっても驚きました。もう沖縄県全体が首里城焼失の本質を棚上げして、全て被害を被ったかのように、そうですね、うん、こんなような姿勢になっているような形で、ちょっと私呆れて言葉がありませんね。現在ほら、再建を餌に行われている寄付金レースも、そうですね、泥まみれに見える上に、ね、なんかみんなでお金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 してるみたいで嫌ですね。国の沖縄に対する甘やかしがまた際立って、そうですね、個人の私個人の考えでは本当に本当に毎日情けない気持ちでいっぱいです。しかしね、首里城は早々に再建の道が模索されているようですね。産経ニュースを用意しました。ご覧ください。はい、じゃあこちらになります。皆さんご紹介いただけますか。はい、こう公開言うのかな。政府首里城復元の基本方針決定、今年度内に工程表も。政府は11日午前、火災で聖堂など主要施設が焼失した首里城の復元に関する関係閣僚会議を開き、必要な防火対策に取り組むことなどを明記した基本方針を決定した。今年度をめどに復元に向けた工程表も策定する。菅氏は基本方針のもと関係各省での検討を進めると強調。出席した閣僚に対し、観光復興ですね、観光振興ですね、観光振興や復元過程の公開など地元のニーズに対応してほしいと要請した。基本方針には前回の復元の基本的な考え方を踏襲することや、再建のために必要な木材や、漆の調達に政府一丸で取り組むことが盛り込まれた。政府は近く閣議決定する令和元年度補正予算案に焼け落ちた瓦礫の撤去費を計上するなど必要な財政措置をに加え、首里城の復興期間中の観光振興策についても検討を進める方針だ。はい、もう国がね、こうやって前向きに首里城の再建を考えていただいているんであれば、ありがたいという気持ちで受け止めなければいけないと思います。ということで、それでは再現するのであれば、ぜひともお願いしたいことがあります。それは歴史的観点からのご提案を私は今日はさせていただきたいと思いますね。思います。まず第一に、首里城再建には日本式城郭または戦前の首里城に倣って再建すべきだと思います。国が再建するからには、
消失した赤い派手ないかにも中国様式の首里城ではなく、戦前の国宝である神社拝殿としての落ち着きのある首里城の姿を再現していただきたいと思います。大正14年に国宝指定された首里城には薩摩から2万本近くの 木材を提供していただき、また木工の技術も日本の指導に追うところが大きいということが沖縄における木工技術伝承論文に記載があります。このお写真をお見せします。はい、これで一目瞭然じゃないでしょうか。まず向かって左のお写真、こちらですね。こちらが火災された、今回焼けてしまった5代目の首里城です、はい、火事で焼けてしまった5代目の首里城で、そのお隣こちらですね。これはですね、写真ではないんですけれども、1700年代に沖縄に副札幌市の徐宝校という方が来られて、中国に戻って絵師に描かせた首里城の絵画なんですよ。で、1700年代といえばカラー写真がありませんから。そうですね、はい、首里に戻って首里の絵画師に描かせたこの絵、中山伝信録という副札幌市徐宝校が描かれた、書物の中に掲載されているんですけども、歴史的に最も信用できる資料ではないかと私はそう思って今日お持ちしたんですよね。で、先ほどの現代焼けてしまった首里城、もう一度お願いします。なんか全体的に真っ赤っかですよね、はい、中国様式といっても過言じゃないくらい真っ赤っかですね。で、はい、そしてもう一回1700年代の首里城に戻していただくと、どうですか、伊波さん、この違いってお分かりになりますか。一番目立つのが屋根の色ですよね、はいはい、この瓦の方ですね。そうなんですよ。あと壁やなんかも真っ赤かじゃないですよね。そうですね、時折赤い色が使われてて、あ、そうだ、この、左の1700年代の絵画っていうのは札幌市が来た時にもてなしてるところを描いてる絵ですから、下に見えている人ですとか中に見えてる、様式っていうのは中国の札幌市をもてなしてる様子が描かれた絵なんですね。あ、余談でした、失礼しました。そうなんですよね、瓦ですよね、伊波さんね。そうですね屋根の色が真っ黒系ですよね、うん、この屋根の瓦についてご説明しますね。はい、よろしくお願いします。この屋根の部分の瓦なんですけれども、2007年の沖縄の首里城の発掘調査で、はい、面白いものが出てきてるんですよ。どんなものですか。あのね、首里城の中のお内張っていうところがあるんですけど、これはあの日本風に表現すると大奥みたいなところがあって、あ、はい、お内張というところがあって、そこから面白いものが出てきて申し上げますね。赤瓦に黒色の鉱物が上薬として塗られた瓦が出土されたんですよ。これどういうことかっていうと、はい、どういうことかっていうとね、赤い、もともと赤い瓦をわざわざ黒い色の瓦に塗り替えたものなんです。うん、なるほど。あのね、消失したあの5代目の首里城の赤瓦はクチャという沖縄独特の土に、はい、またこれまた沖縄特有の赤土を混ぜて低温で焼いたものなんですね。で、この瓦、赤瓦っていうのは実に安価な瓦なんですよ。あ、安い瓦なんです。安いですね。はい、で、そのどういうことかっていうと、いろいろな研究論文や資料などによりますと、沖縄はこの琉球は朝貢貿易をしてましたね。中国の札幌市をもてなしたりして、この朝貢貿易っていうのが常に赤字であったということが報告されているんですね。赤字、はい、それで薩摩からいかに資金を調達していただいて国としての体をわずかに保っていたということだったと思うんです、琉球っていうのは。そのね、
その牙城の瓦を本当は黒の本物なんだぞ、世間体を保っていたという何よりの証拠だと思うんですよ。なるほど、ね、あの安っぽい赤瓦じゃなくて黒いことをすることによってちゃんとあの権威ある建物なんだよっていうことを示そうとしてたってことですよね。その証拠が土の中から2007年に見つかったということなんですよね。ですからね、このね、最近にあたってはね、国宝級の建築物ですから、こんな安上がりに仕上げちゃうことだけは避けていただきたいと思うんですよね。重厚感がまるで違ってきます。そう思います。はい、それから 2つ目には完成後にそこで行われる祭事に関してです。昨年まで執り行われていた中国様々のお祭り、ご存知ですか？中国様々のお祭り、中国様々のお祭り、首里城祭、はい、首里城祭で、例えば、はい、あの三基九高塔の例ってありましたね、はいはい、額を地面に九回こすりつけるって、中国の王様から、中国の使いがあなたを琉球王に任命するよってやってきた時の光景ですけども、だそういったお祭りが去年まで首里城でやられていたんですよね、はい、そんなお祭りだけじゃなく日本式の祭事もそこで取り入れるべきだと思います。で、あのめぐみさんが先日ね、やぶさめなんかしたらいいんじゃないかっておっしゃってました。私すごいこれ妙案だと思います。素敵なアイデアだなと思いました。それからですね、ここは波の上部にお願いなんですけれども、戦前の首里城は沖縄神社の拝殿の正殿でありました。はい、首里の弁ヶ岳で毎年1回ひっそりと執り行われる神社神事を首里城正殿で執り行うようによろしくお願いします。これをぜひお願いしたいんですよ。あの弁ヶ岳にこうひっそりこう祀られている御祭神がいらっしゃいます。源為朝子、はい、琉球国を作ったといわれる春天王、それから荘園王、荘慶王、荘太王、皆さん泣いてますよ。あの弁ヶ岳で寂しい思いをされてらっしゃると思います。ぜひね、この神社の神事を首里城の中でお願いしたいと思います。はい、なるほど、はい、はい、以上です。あ、そうだ、これは、あ、そうでしたね、そうでしたね、あの先ほどめぐみさんがご提案されたやぶさめの写真です。これはあの私の友人の甥っ子が埼玉県の越生というところでやぶさめに参加したということで送ってくれた写真なんですけど、かっこいいと思いませんか？馬にまたがってですよ。この弓を持った姿、とっても凛々しいと思いますけど、いかがですか、伊波さん。まず自分だったら馬に乗れないなと、まずそこを思ったんですけども現代子ですね、まあ、そういったことも練習とかもしながらしっかりやらないといけないものなの で、ね、本当に神聖なものではないのかなっていう。そうですね、でもそもそもあの源為朝琉球をこう、はい、琉球の一番初めの王様って言いますか、ね、はい、まあ、王様というかね、開拓した方と言われている方は、はい、弓矢の達人で、あ、達人、ね、あの浦添の丘の上から牧港の港まで矢が届いたっていう伝説があるくらい弓の達人だったそうなんですよね。だからこのやぶさめなんか本当に、ね、いいアイデアだなと私は思いますよ。分かりました、はい、いや、それではですね、ちょっとお時間の関係でコラムをこちらで一旦終了させていただきたいと思います。はい、いや、これでは一旦コラムは終了となります。はい、はい、あのそれではですね、コラムとかも終了いたしまして、そろそろエンディングの方になるんですけれども、はいはい、でですね、あの今年の一文字っていうのがあの出ましたよね、はい、あの日本国内あのどこでしたっけ、神社のちょっと忘れたんですけど、令和の令っていうことで言われていて、はい、そうでしたね、っていうことを言われてて、でまたあのこんなことがあったんですよ、はい、玉城デニー知事が、はい、こちら一文字挑戦してよろしく出してきましたか、はい、はい、本日の産経新聞さんですね、玉城沖縄知事、今年の漢字は長。沖縄県の玉城デニー知事は13日の記者会見で今年1年を表す漢字を問われ、挑戦の長
挑むという字を当てさせていただければと答えたっていうことなんですけど、そうなんですか、コリアの朝ですか、はい、これは朝鮮の朝ですか、朝鮮の朝ですかね、それとも僕はですね、はい、県知事の本業に朝鮮の朝かもしれないかなと思って、なるほどね、朝鮮なんですね、うん、はい、なので朝鮮なんだなと思いながら、お勉強中なんですね、いろいろとね、と、はい、で、はい、ではですね、なんか今年 の、 この沖縄の声といいますか、はい、沖縄県民の声としての一文字っていうのがあればなと思ったんですけども、はい、ちょっと代表として篠原さんにお願いしてるんですが、はい、私はチャレンジの長ではなく、不という字です、不ですね、不良の不ですよ不良の不, 不, 良の不、はい、この不という漢字はもともと否定とか打ち消しに使う一文字ですよね、はい、ご説明しますね、じゃあ金村さんお願いします。まず2018年10月に玉城建設がスタートして、私は不安を感じました。はい、それで玉城デニー議員のこれまでのご発言行動を見聞きしていて率直に感じたことでした。でこの1年を振り返り、沖縄県政にご指摘申し上げたいのは、一つ目には一都道府県知事が考え違いをした諸外国訪問の件です。4月には中国へ出向き、沖縄を一帯一路へ活用してという発言、ある程度予測はつきましたが、驚いて不意をつかれました。で6月には今度はロシアに訪問、訪問前に知事は経済交流や人的交流を深めたいとおっしゃっていましたが、訪問後のロシア側との密談は詳細が明らかになっておりません。おそらく反米工作活動の一環かと思われますが、ここに私は不透明さを感じました。それから10月14日からは就任後2度目の訪米、こちらでは沖縄基地被害の実態を訴え、アメリカで活動を展開しましたが、当然ながらアメリカ要人との面会はかなうことなく、在沖沖縄県人会との交流で終わってしまいました。不発に終わったわけですね。でそれから10月30日から韓国へ訪問、知事は日韓関係の悪化で韓国人観光客激減を受けての観光誘致などの働きかけに出かけていきました。日本には行きたくないと言い放つ韓国人に対して、すがるように沖縄いいところだから観光に来てと出向いていく姿に不可思議さを感じました。また毅然と対応する日本政府に対して不遜の振る舞いに感じます。それから第2に全国行脚トークキャラバンの実施についてです。お願いします。5月には沖縄県は在沖米軍基地の被害を大きくアピールするための機関、万国診療会議を設置しました。その活動の一環として知事全国トークキャラバンを実施しております。7月には新潟へ、8月には愛知へ、9月には大阪へ、そして11月には北海道へ訪問しました。こちらに関してもいずれも建設的な交流ではなく、米軍基地被害の実情などを訴える全国行脚です。各地で歌とトークで基地反対の機運を盛り上げてきました。知事というお立場の方の何とも軽々しい行動に、私は言者不知という言葉をプレゼントしたいと思いました。この言者不知という言葉は、物事に対して本当に知っている人は軽々しく言葉にして説明しないということです。さてこちらに出てまいりました、万国診療会議の運営団体子ども被災者支援基金ですが、9月の定例議会で島袋大議員が談合疑惑を追及したところ、即代表の徳森氏は辞表を提出し、どんなに参考人招致を要求しても今日までに音信不通という状況が続いています。音信不通ですね、続いていて、沖縄県民が消化不良の状態だということです。そして10月31日未明、首里城の火災が起きました。消防と管理団体の美ら島財団の出火原因発表が異なる点から、美ら島財団に説明を求めておりますが、
拒否をしている現実があります。知事が韓国へ行き、不在中の首里城火災でした。出火原因が不明瞭という不審な火が発生したわけです。そしてスプリンクラーの設置がないなど、その防火体制の不備までが何もかもがずさんで無責任な沖縄県。玉城県政が本当にこのような県政は悪だと認識していて運営しているのであれば、まさに大胆不敵だと思います。またその逆でね、なんでここまで言われなきゃいけないのって心から思っているのであれば、もはや不憫と言うしかないです。玉城知事は県民一人一人に寄り添うとおっしゃってくださいました。今年の現状では県政に不満だらけの県民が多数存在するということをどうか再認識していただき、来年はですね、高等府警、まあ高等無警とも言いますけど、高等府警の返上でご自身の身体も含めた上で沖縄県のために痛い不快していただけるよう厳しく申し上げたいと思います。以上、私が考えた今年の、沖縄的一文字、はい、不でした。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとお時間の関係でも、これで終了となりますので、なんかもう時間が足りないですね。ちょっとあっという間にお時間が過ぎてしまいましたので、そうですね、はい、それじゃあですね、これこちらお見せしようかな、このお写真を。あ、そうですね、これ皆さんどちらのお写真、どの、これ台風19号で被災された地区のお写真なんですけれども、どちらのお写真だと思います、伊波さん。台風の被害といいますと、もう千葉県っていうイメージがありますね。そうですよね。実はね、これ東京都なんですよ。東京都ですか。東京都の八王子市っていう、まあ、多摩地区、東京都下がありますけど、そこの近くに住んでる友人が送ってくれた映像なんで、写真なんですよね。ね、東京都内でも家がこんな形で倒壊して、いまだに、避難所生活をされている方がいらっしゃるってことを皆さんにぜひ知っていただこうと思って紹介しました。ね、玉城知事は228万円でしたっけ、ボーナス、はい、もう私、玉城知事がね、まあここまで言ったらきついかな、被災者の皆さん使ってくださいって寄付してくれたらどんなにかありがたいかと思います。そうですね、うん、はい、まあ、もう今年がもう終わるということもありますので、はいはい、もう今年の反省もしながらで、はい、来年に手足して、はい、あの望みを持って、あの、はい、ね、みんなで進んでいけたらなっていうところで、そうですね、それを望んで、うん、あの今回は終了となります。そうですね、ぜひあの、はい、不という漢字が取れて、普通の可能ですとか、ね、不幸の不が幸せになれるように来年は頑張らなきゃいけないですよね。はい、わ、はい、かりました。いや、それでは本日はこれで終了となります。はい、それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。